おはようございます。今週もドクター水素ボトルで元気なパーソナリティ土井秀人がお届けしますのは、はい、FM 昨日はね、FM 小座同時放送の嘘のような本当の話、今週も驚きのネタが飛び出しそうでございます。茶館中で皆さん、元気でしょうか。はい、嘘のような本当のはね、お届けしてまいります。今週もね、はい、東京からドクター水素ボトルの北条正弘さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。この前ね、あのお盆の時にカメカメ言われて、カメ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 食べろ食べろですよね。ああ、そっか。カメカメ言われて1キロ太ってしまいました。いや、ね、今日も頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、今週のゲストはモリンガマスターの、モリンガマスター皆さん覚えてくださいね。はい、これから流行るかもしれませんよとか言って、はい、ちょっと久しぶりになりますね。新森近一さんをお迎えしています。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。プロレスラーみたいですね、モリンガマスター本当ですよね、はい、どんなお面してるのかな。はい、でも関西弁で言うとこのシュッとしてますよね今日のね。いや、そうですか。あれ、なんかね、あれちょっとあれですか、水素かなり真剣に吸ってますか。はい、吸ってますね。はい、水素とモリンガで、ね、水モリ水素&モリンガ。真剣に吸うと表情良くなりますよね。良くなりますよ、真面目な話、はいはい、そうそう、顔色とかね変わってくるんで、うんうん、そうね、近井さん近年にないぐらい良くなってますよね、顔色ね。良くなってますね、はい、だいぶ、はい、なんかフィリピン行ったら来たりしてるっていうのもあるのかもしれないですけどね。そうですね、そうですね。あと調理されたりする人ってたくさん食べるから、どうしてもね、はい、体に負担かかったりしますけどね。そうなんですよ。そうですか。いやいや、なんかね、あのツヤがね、あのラジオなんで皆さんご覧いただけないんですけど、 YouTube でぜひね、声だけ聞いてくださいということでですね、はい、新森近志さんをね、はい、お迎えしてるんですが、以前ね、水素ボトルでね、やっぱりすごく、まあ、気持ち的にも救われたしというところで、新森さんはちなみにどこがちょっとあまり良くない状態だったんでしたっけ。僕は扁桃腺持ちなので、やっぱりまあ、フィリピンに行って沖縄行ったり来たりしてるんですけど、そこでやっぱり空気の汚れとかでやっぱり喉が弱ってしまったりとか、体調崩すことが多いので。どっちが汚れてます、フィリピンと日本と。いや、空気がフィリピンですね、やっぱ。あ、そうですか。はい、排気ガスとか交通量多いので。そうそうそう、はい、すごいですもんね、車がね、渋滞とかもすごいので。その中をなんかね、あの三輪車みたいなのがガーッと走ったりとか、はい、えらいことになってますよ。もう車線あるんですかみたいなね。ないですね。ないですよね。はい、逆走当たり前ですね。あ、こんなにいたらですよね。あ、でもいや本当、でもフィリピンいたら、あの1台のバイクに5人乗りぐらいしてた。あ、います。前とか後ろとか、ね、みんな家族でまたがって。そうです、ね、バイクでですか、ね、バイクなんかインドの電車はテレビで見たことあるんですけどバイクです。バイクでスクーターとかで。2人でしょ普通。あ、もう普通でも3人かな。お子さんとか、ね、もう5人とかなんですよ。タイヤぺっちゃんこになってましたからね。いや、なんかウケるな。それがなんか逮捕されるとかそういう事件じゃないんですね。ないみたい。もうね、もうちょっと前ですけどね、僕が言ったのは。最近はちょっとね、厳しくなってるかなと思う。厳しくなってます。はい、厳しく。5人ともヘルメットかぶらないといけないとか。だけど5人じゃね。ちょっとウケますね。ちょっと行ってみたい。すごく興味深いんですが。まあ、それでね、ヘッド戦ね。はい。排気ガスもね、チリホコリ、大変な、はい、フィリピン行ったり来たりしているんですが、シモリさんは、ちなみに、ね、水素ボトルにその出会って、まあ、扁桃腺だと結構、あれですか、幼い頃から。あ、そうですね、幼い頃からやっぱり、うん、ありますね。ちょっと痛み出すと、そこからもう2日、3日は体調悪くなったりするので、はい、腫れちゃうわけですよね。そうですね、腫れちゃいますね。そうですよね、まあ、炎症ですもんね、はい、そうなるとね、うん、そうか、水素は得意な分野ですね。悪玉活性酸素っていうので、水素が得意なっていうので、もうでも何年かになります、2年ぐらいになります、2年以上になります、2年過ぎてますね、はい、かなり早い
あのアーリーヘビーユーザーですよね。そうですね、はい、あっという間ですね。モリンガマスターと最近話題の下森さんの、はい、さらにマスターがあのね、なんか腰痛、激しい腰痛と血糖値がっていう噂を聞いて、はい、以前もねラジオで来たこと、はい、来てくれたことあったんですけど、だいぶどうですか、よくなってるみたい。そうですね、よくなってるみたいですね、うん、やっぱり腰痛減ったっちって、うんうんうん、なんか考えた時に気づくみたいな楽になってるのって意外とね気がつかないで、そうですね、動いちゃったりしてるんでね、はい、よかったですね。でもね、いやいや、もうみんなね、みんなさんよかったね、血糖値はね12が7に落ちたって言ってましたもんね。はい、もう、あ、血糖値じゃない、ヘモグロビン A1C、 A1C がね12から7ってクレイジーですかっていうぐらいですね一月で 0.1 落ちたらすごいですねっていう世界なので、5落ちるって言ったらもう何ですかそれって感じです。そうですよね、わしはほら結構ね、下地さんもあの滑覆がいいから、ね、あの腰痛ね、体重支えるの、ね、はい、選手なんか頭重いね、この人間重いじゃないですか、はい、意外と体ってね、こう普段気づかない重いものを足腰支えているところ、それがね腰痛が治るね、いいあの方向に向かうっていうのもいいですよね、確かにね。うーん、あの下地さんもだいぶいいですか、その扁桃腺も。どうも、はい、だいぶね、はい、うん、続けてらっしゃると。続けてます、ね、違いますよね、はい、うん、だからまあそういうその健康な状態を続けていられるからこそモリングマスターになれたと。そうですね、うん、ということなんですが、ちょっと今週ね、下森千佳さんにお越しいただいた大きな理由で、フィリピンの様子も僕すごく関心があるんですけど、モリンガって本当に素直に聞きますね、何ですか。モリンガのスーパーフードと言われてて、あの世界で一番栄養価の高い植物です。うん、植物をそれをですね、あの乾燥させて、はい、うん、あの粉末にして、あの水に溶かして飲むんですけど、僕らのモリンガはあの葉っぱだけ、葉っぱが一番栄養価高いって言われているので、葉っぱのみを、取ってっていうんですかね、それだけを使ってます。茎使わないですね。茎使わないです。茎使うとこもあるみたいなんですけど、まあ、僕らはかさ増しで大体ね、あの、そうですね、何でも茎混ぜるじゃないですか。はい、茎使わないんですね。使わないです。なので1キロから80グラムしか取れないです。おお、すごい。はい。生の1キロのモリンガから粉末しても最終的にお客様のところに届くものはもう80グラムです。そもそもそのモリンガっていうのはもうかなり限定されたとこでしか育たない、木ですか。木ですね、木ですね、はい、うんうん、木なんですけど、やっぱりインドが最初みたいで、まあ、フィリピンからっていう、うん、沖縄でもやってるとこもあるんですけど、うんうん、はい、僕らはフィリピンのセブ島のものを使ってやってます。ちなみになんでわざわざフィリピンなんですか。沖縄でよくないですか。沖縄がですね、収穫がずっと取れるわけではないので、うんうん、フィリピンはたくさんワンサカも生えてるんですよ。ほう、はい、土壌もいいみたいですね。土壌もそうですね、はい、フィリピンはね、はい、だからそれやっぱりね、地面からこう吸い上げていろんなものをこう作るわけですから、土壌もすごく重要ですよね、はい、そうか、すごいですね。そのすごいです。モリンガを、ネーミングしてこう健康な、今朝ね、そういえば今朝っていうかこの間びっくりしたんですけど、長寿県って言われてたじゃないですか、沖縄って、はいはい、47都道府県、はい、今47位になっちゃったんですって本当に会社とかでよく定期健康診断のなんか全体的な数値が、はい、一番下なんですって。へえ、新聞載ってました。マジかって思って、それでこれ何になって、私もね水素で来させていただいてるけど、やっぱり体調がよろしくないから皆さんの健康に対する意識ってすごい強いですよ、他よりも。だからもうおっしゃる通りだなって思います。これが悪いから吸ってみたいっていう方がたくさんいらっしゃるので。そうですよね。
これ沖縄をね、その、まあ、43万かそこらね、その人口がある中でですよ、こんな状態になったきてっていうのも、ちなみに沖縄県内で販売を考えてらっしゃるんですか。その沖縄県もそうですけど、あの日本全国で、はい、販売できるようには、はい、していきますね。これあの皆さんに知っていただく、ね、ぜひ、皆さんメモってくださいね、はい、モリンガ、アリンガモリンガという、商品名の、モリンガその、ね、採取して粉にした、はい、パウダー、これを、水ミネラルウォーターかなんかに、はい、お水で溶かして飲む、うん、タイプのものを、作ってます。めっちゃ飲みやすいんですよ。私ね、いただいて飲んでみたんですけどね、ものすごい飲みやすい。どうなるんですか。まあ、あのなんかこう青汁みたいな感じの見た目なんですけど、はい、青汁なんかより全然飲みやすいね。すっごい飲みやすいですよね。そうですね、抹茶に近いというか、はい、なので本当に緑茶抹茶の間ぐらいっていう感じです。飲みやすごい飲みやすいと思います。それですごいたくさんの栄養素が取れるわけですもんね。はい、どうなんていうんですか、どうなっちゃうんですか、このモリンガを。例えばあのドクター水素ボトルだと、ね、あの水素がどうこうっていうのこう、ね、血流を血管を開いて良くするんです。だから炎症が、ね、取れていったりとかって、まあまあ、ね、説明するときに説明がつくじゃないですか、うん、モリンガのそのパウダー、ミネラルウォーターに入れました、よく混ぜて飲んでみます。はい、どんななるんですか。一番最初分かりやすいのが食物繊維豊富なので、うん、あのお通じがだいぶ良くなります。ほいほい、はい、もうそれは すぐ実感できると思います、はい、へお通じ良くなるの で、うん、はい、でそこからまあ飲み続けると、うん、まあ、全体バランスがいいので肌荒れがなくなったりとか、うん、あとギャバも豊富なので、うん、まあ、リラックス効果とか、あとそういったものがあります。はい、ちなみにモリンガマスターの新森さん、あのモリンガは別に今に始まったわけじゃないんですか。もう、まあ、簡単に歴史というか。そうですね、これ最近流行りなんですか。最近は流行ってます。ちょっと一時期昔もあの一流行ったんですけど、でまた最近流行りだしてきてはいると思うんですね、うん、でやっぱ僕らはあの何ですか、病院に通って治療するよりかは予防した方がいいよねっていうあのスタイルで、あのモリンガを広めていきたいと思ってるので、うん、はい、良いものを届けたいっていうのは、はい、やっぱこの、はい、アレルギーを持ってるあの小さなお子様とかにも、うん、はい、モリンガを飲ませてる方も多いですね、周りを聞くと話を聞くと、うん、はい、なるほどね。いや、なんとかがなんとかの何倍とかっていう、そうです、よく言うじゃないですか、はい、それはもうだいぶ、はい、まあ、全部言ったら、ね、すごいですけど、はい、あの健康ドリンクじゃ曖昧すぎます健康ドリンクですね。でも、もうあのそうですね、ドリンクですね、もう、はい、水溶かしてね、はい、その粉を輸入するんですか。そうです、はい、それで、沖縄県でこの粉末、葉っぱのみの粉末を持ってきて、殺菌粉砕は全部あの沖縄日本で加工してます。なんかこう瓶っていうか、瓶じゃない、なんて言うんでしょうね、詰めるんです。はい、今はあの2グラムのスティックタイプのもの、それをですね、お砂糖をこうかけて長いやつみたいな、はい、それの、はいはい、ペットボトル1回分、はい、1回分、これを、はいはい、あのペットボトル500ミリに入れて、振ったらもうすぐ飲めるっていうものが、はい、今作ってます。なるほど、うん、だいたい見えてきましたところで、1回また CM 入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような
本当の和というね、お話ということで、まあドクター水素ボトルのねお話で、まあ喘息というかね、あの非常に、喉の調子もね、多分そうすると肺の調子もきっとね、血流が良くなってるんで、ますます生き生きと、沖縄と、フィリピンを行ったり来たりしている、モリンガマスターの新森しかしさんをね、お迎えして、そのモリンガのお話をドクター水素ボトルの北条雅龍さんがサポートしてくれるというなんか面白い企画になってますでもね、あのあれですよ、いい栄養素はあの今とにかく現代になって野菜の栄養素ってすごい減っちゃってるのでね、水素は水素でもちろん血流良くすることは大事なんですけど、あのいい栄養素をたくさん取るっていうのは健康には重要なことなんで、あのだから水素吸ってりゃいいんですっていう言い方じゃないです。僕らもいいものがあったらぜひ取り入れながらあの使っていただければいいので、はい、で今回のモリンガはすごく今までのモリンガとあの製法も含めて格段に違うっていうことなんで、そこの、ね、吸収量が違うみたいだから、はい、いいですよね。まあ素敵ですね。あの47位になった沖縄県民の健康をまずね、まず46位に6位にちょっと厳しいですけどね、46位に押し上げるためにサポートさせていただけたらぐらいな感じであるんですけど、皆さんねぜひちょっとメモってみましょう、アリンガモリンガってこれ、ね、インスタグラムで検索、カタカナ検索で大丈夫そうですかね、ひらがなでも、ひらがなでも、はい、あ出てくるそうです、はい、ね、僕もちょっと後やってみます。インスタグラムの検索でアリンガモリンガ、ぜひねちょっとチェックしてみましょう。近い将来多分あのホームページもねできて、注文ができたりとか、あとインスタからもね購入ができたりっていうことをお考えのようで、もうちょっとで皆さんにねすごくその情報的にもオープンにできるんですよっていうようなお話でございますね。いやいいですね。確かにね、あのサプリとかね、いっぱい世の中溢れてますけれども、そんなに栄養価高いんですか。また食いついちゃうってこれ話しなくなっちゃうんですよ。高いです、はい、高いです、はい、なんでしょうね。だってそんなに高いんだったらなんか、すごい なんていうんですかね、ほらサントリーのねセサミンとかよくあるじゃないですか、ああいうあの CM でよくやってる、ああいう系統に行きそうではありますよね。でもね、そうです ね、はい、うん、これはちなみにどういったところで、もちろん、ね、ウェブ上で、SNS であると思うんですけど、どういったところで販売するようなイメージですか。皆さん手に取っていただく、手に取っていただくのはあの代理店の方に、うんうん、本当にいいものをお届けできる方にちょっと販売をお願いしたりとかって、そういった販売になってくると思うんですけど、うんうん、はい、お店ほらよくあるじゃないですか、ちょっとねあの健康意識、僕らもなんだそのゾーンに入ってくるんでしょうけど、あんまこうネットで頼むのがいまいち不得意で、だからお店ないのなんて問い合わせあったら、こう大体こういうとこ行ったらあるかもねっていうのってどこになるんですか。そうですね、今のとこはもちろん今からの契約になってくるんですけど、うん、まあ、あの大手デパートさんに、まあ、並べていただけるとかには、はい、考えてる、なるほどね。モリンガの時代が、アリンガモリンガの時代が、これ誰がつけたんですか名前。これはあの一番あの創業者の、はい、創業者の方、創業者の方がつけました、うん、なんかこう謎ですけど、それはフィリピンの方ですか。日本人の方です。日本人の方です。そうですか、はい、そういうことでございますけれどもね、はい、ちょっと一回、エンディングに向かう前に CM 入ります。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当の和ということでね、私パーソナリティ土井秀人と、ドクター水素ボトルの北条雅弘さん、
それから、モリンガ大将、大将じゃないモリンガマスターの新聞で近いさんを、お迎えしてますけども、大将になっちゃったんですね。いいですね。大将もいいですね。大将もね、またね、モリンガ大将愛嬌がね、こうね、マスターよりいいかも分かんないんですけども、で、皆さんどうでしょうか、お聞きいただきましてね、アリンガモリンガというね、インスタグラムでぜひ検索していただきたいと思うんですが、もう、あれですよね、まもなく発車往来な、発売間近ぐらいですか、ほとんど。はい、発売間近ですね、9月の30日。おうおうおお、はい、そうですか、これもうカウントダウンですね。カウントダウンですね。まずは、うん、ホームページ、代理店さん、うん、インスタ、はい、うん、ね、関心のある方、ね、ぜひぜひこのね、FM ギノワンね、メールアドレス言っておきましょうね。ホームページ FM ギノワンで出てますけども、アドレスは、797@fmginowan.com ね、 GINOWAN ですね、ギノワンですからね。はい、もう一度797@fmginowan.com ですね、というね感じで、僕自身もまたすごくね、興味あるんですけど、なんやかんや飲んではきたんですよ。うん、で、やれビタミンだとか、すごい、さっきお通じがっていうんで、内脂取るって具体的に言っちゃいましたけど、内脂肪を取るやつね、あれ、しばらく続けたんですよ。激しいですね、あれ。脂肪が取れてんのかどうかっていうよりも、お腹痛くなっちゃう。下痢させてるだけなんじゃないですか。そうそうそう、ね、それそうなんですよ。だから無理やりそういうのかなと思うけど、モリンガ良さそうですね。いいと思います、はい、ね、要は食物繊維、そのよくほらキャベツとかレタスを食前に食べると、うん、はい、食前っていうか最初にガーッと食べてからお肉いけなんていう話もあるじゃないですか。これやっぱり毎日のように続けるべき感じですかね。続けるべきですね、はい、ねえ、モリンガマスターの塩越さん、ここはどうですか、ラジオを聴きの皆さんに発売を記念してプレゼントなんつって。そうですね、はい、いいですね、なんかね、テレビショッピングみたいなね、テレビショッピング、ね、あと、19,800円のところ、ね、9,800円、嘘、最初の数字なんやねみたいなのありますけど、ね、ちょっとね、お値段は今のところちょっとまだ、まだ、うん、ギリギリね、はい、なんですけれども、非常にその栄養価のね、高いということで、ご長寿兼、カムバック沖縄もありますけども、はい、全国の方にね、はい、届くようにということで、なんと、本当ですか、はい、10名様で今突然決まりました。サインが取りました。いいですか。あ、さすがモリンガ大将と呼ぼう。今日はモリンガマスターの新森近志さん、ラジオをお聞きの皆さんにね、はいはい、10名様になんとね、ちょっと発表はできないんですけれども、メールで、ぜひね、ご応募くださいね。締め切りも、まあ、あえてそうだな、こちらから申し上げてしまうと、YouTube 見た人とかがね、応募してこられるといけませんので、この放送を聞いたよと書いていただいて、先ほどの797@fmginowan.com、ね、こちらに嘘のような本当の話、ね、本当の話で聞きました、モリンガ、アリンガモリンガプレゼント係ということで。はい、ぜひぜひお便りをねいただければと思いますね。水素ボトルもなんかねってやったらね、興味あったらぜひ質問してみてくださいねっていう感じでしょうかね。はい、はい、残りね、ね、短くなってきましたけども、新森さんはでも料理人なんですよね、もともとね。そうですね、はい、ね、この近く、まあ、宜野湾市のね、もうちょっと宜野湾高校の近くというか行ったところにありますね、琉球ヒートっていうところでねお会いできたんですけど、このねお肉とタレとっていうのでね、毎回楽しみに行かせていただいてるんですが、そんな中モリンガマスター、はい、うん、楽しみですね、はい、出会っちゃいました。まあね、衣食同源っていうぐらいだから、そうですね、やっぱりね、はい、体の健康には食は通じてますからね、はい、宜野湾のお店でもやっぱサムギョプサルで
野菜をいっぱい食べれるので、うんうんうん、はい、お野菜好きの方多いんですよね。なるほど。意外とモリンガの話すると飲んでる方多くて、へえ、はい、で子供の方とかでもアレルギー持ちの方とかが子供にあげてるっていうお話も聞いたりとか、うんうんうん、はい、びっくりしました、ね、最近あのほらアリン、あ、モリンガの特集コーナー、特設コーナーみたいなのをね、道の駅とかでやってたりするんですよ、はい、うん、ちょっとブーム来てますよね、アリンガ、アリンガモリンガ、モリンガのブームがね、これはアリンガモリンガですけど、でそれが他社よりも全然いいわけですよね、その成分の、はい、そうですね、もう1キロしか経った、80グラムしか取れない製品です。はい、その何グラムかを、まあ、お水に溶かして、ま、一杯、一日一杯、まあ、多くてもいいんですか、多少。そうですね、1日、まあ、2グラム以上は飲んでほしいということで、今、はい。なるほど、なるほど。ね、一番いいのは、二日酔いにめちゃくちゃ効きます。沖縄の人飲みますからね、ピッチャーで飲みますもんね、はい、本当に私もびっくりします。翌日がもう楽ですだいぶ、はい、それがね、不健康を招いて招いてあげく、よし森がな水素ボトルだっつってね、はい、なるほど、うん、これはシナジーと呼んでいいのかですけども、あの素晴らしいね、健康社会に沖縄が再び返り咲くようにね、祈りながらと思ってますけども、いやご活躍がね、とてもとてもね、水素ボトルのお嬢さんもそうなんですがね、モーニングマスターの、シモルシカシさんね、皆さん繰り返しますよ、はい、インスタグラムでアリンガモリンガ、アリンガモリンガでぜひ検索してみてください、多分あの素敵なね、栄養価どうこうとかいろんなの情報もね出てるかと思います、はい、今週も、まあ、私自身がちょっと興奮しちゃって、あので試しすぎちゃって時間が経つのがあっという間だったんですけれども、嘘のような本当のはということでね、お時間いただきました、ね、また来週もどなたがゲストかちょっとあれなんですけどね、あの面白い話が聞けるんじゃないかなと思っています。はい、それではね、今週もドクター水素ボトルの北条正弘さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、モリンガ大将、モリンガマスターの千代森しかしさんもぜひぜひますますお元気で、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それではまた来週、さようなら。